さて、ついに明日、リオオリンピックの閉会式が行われますね。まあ、世界中というか日本中ね、とにかくオリンピック、オリンピックで。うん、やはり、あの、文化というものはね、人の心に、精神にね、栄養を与えるんですね。ですから、美術、文学、音楽、スポーツ。これは精神の栄養剤ですからね。 あつまり人にモチベーションをね、与えたり、やる気にさせたりね、何かするわけで。でまた、あの、各国のスポーツ選手がね、縁もゆかりもないのに、お互いにこう、抱き合ったりしてますでしょ心の中わかりませんよ。構築しようと思ってるかもしれないけど。でも見ててね、とってもスポーツマンシップでいいじゃありませんか。あの、内村孝平さんがね、どこの各、 各国のね、選手たちのインタビューでもね、やっぱりうちまはもう二度と出ない時いでねで、歴史に残る人だとかいろいろ言われてますでしょ。本当にね、日本全体が褒められてるみたいでとっても嬉しかったですね。で、あの、みんな若手のね、あの白井君にしてもね、あの、よく頑張ってましたでしょ。それからあの、柔道の金のね、ベーカー方、 であの方は本当にねあの無邪気でねでそんなに気を取ったところがねなかったのがああ新鮮だなと思いましたねでああ女子の方のね平泳ぎであ金取りましたでしょまさか私金取れると夢にも持ってなかったのがねで立派でしたねでまあそれぞれいろいろあるんですけどねうん私非常にそれはねあのみんな あのい,いろんな人たちが泣いたり笑ったりしてるのを見ててねああやっぱり私が言った通りね文化というのはね気持ちのいい涙を流させてね感動してで人々を順にしてねで普段のねいろんな妬みその目ひがみだとかそういうものを全部流させるんだなと思ってたんですね。